はい皆さんこんばんは。こんばんは。んんは最近ちょっと気になるものを見つけたのでここでお話ししたいんですけど、まあ、いいですか。あどうぞどうぞはい。車でね走ってたんですよ、うん、道路をね。うん、そうしたら前を走ってるトラックにねあのなんかこうついてたんですよ。で<お>それ見たらあの名前をつけ忘れてしまったので。 なんか申し訳ございませんほうほうみたいなことを書いてあったんですついてたっていうのはどういうことなんかね本当はそこに名前が入る予定の名,札名札っていうかうん、うん、ああなるほどね私が運転してますみたいなやつねそそうそう自分の名前が書いてあって、うん、今日の運転手は何とかさんですみたいなそうそ,うそうな名前が入るってことねそう名前が入る ところに名前がなくてでその下にねあの名前を付け忘れてしまったんだけど「その申し訳ございません」みたいなことが書いてあったんですああじゃあその運転手さんが名前自分の名前を指すのを忘れたってことだそうはあ、はあなるほど、ね、でなんでかっていうとわそのことを謝らなきゃいけないのか と思っちゃったんです。うん。ああ、なるほどね。うん。んどう思いますか？<laughs> 私はびっくりしたんです。日本っぽいですね、すごい。そうかな。うん。うん、いやなんか僕が思ったのはよくできてるなっていう感じがしましたけどね。よくできてる？うん、よくできてるっていうか、だからその普通さそのナフをこういう風うにこう多分刺す刺すというかこうスライドさせて入れるためのその。 ススペースっていうかがあるわけでしょ車の後ろ側に、うん、で、多分運転手さんは自分の名前をこうシュッとさして入れると、うんうん、で普通それを忘れてたらそのただ入れるところだけが残るんだけどそれがもう忘れてるからごめんなさいみたいなことをもうその下に書いてあるってことでしょ最初からそうだそうそう,そう素晴らしいな <laughs> 面白いなと思うけどね <laughs> うーん ちょっとこれあの言葉だけで聞いてると意味わかんないかもしれないですけどうんうんうん,うん、うん、いやそれを見た時にあもう先に謝ってるんだっていう印象だったんですよねうんうんうん、うん、なるほどね <laughs> やっぱ日本っぽいのかなまああの,その名札を付け忘れてすみませんっていうのはそれを謝らなきゃいけないっていうのは結構日本っぽいなっていう。 感じはするけどねそう思うと日本ってこういろんな注意書きがあるなあみたいなのを思ってたんですけど公園とかに行っても,もういろんなところに「何々注意してください」とか書いてある「何とかですいません」とかね。とか書いてあるわけですよ。にありがたいんですけどいっぱいあるなあと思いましたね。 うーんなるほどね、うん、まあ例えば公園を掃除してたりするねなんかあるじゃんごゴミを回収してたりとか、うん、公園を草を刈ってる人たちがなん,かなんかうるさくしてすみませんとか、うん、あの迷惑かけてごめんなさいみたいなのをやってるのはよくイメージありますよねあそうだねそうだねあとはまあトイレとか<ー>外のトイレ公衆トイレとかねみんなで使うトイレを掃除してる時になんか 掃除しててすみませんみたいなそうそうあったりするよね。あるある。うん、それって日本だけなのかなってちょっと思ったりもしました。うんまああのー、謝るかどうかっていうのと今のその初めから書いてあるっていうのはちょっと話が違うかなっていうふうに思うけど、うん、謝るっていうのはちょっと。 日本っぽいなということで、うん、こうちょっとなんか別に謝らなくてもいいんじゃないのっていう気はするけどねいろんなことに対して、うん、まあむしろあの掃除とかしてくれたりとかさありがとうございますっていう感じだし、まあ、最初に言ってたその名札を忘れたっていうのは結構まああのどうでもいいというか <laughs> あの別についててもついてなくてもっていう感じもするけど、うんうん、で僕はその。 初めから書いててあるっそうだね、うん、うんうんなんかこうね学校とかでさ、うん、こう遅刻とかするときにさ、うん、もう初めからこう椅子のところになんか遅刻してすみませんみたいな書いてあるってことでしょ <laughs> そうだねそういうことだねううと先,生先生ごめんなさい遅刻しましてみたいなことを書いてあって間に合えば、まあ、本人がいるから みたいなことよね確かにそのアイデアはすごい面白いなって思う確かに確かに確かにねだけど今の遅刻の話じゃないけどちょっとふざけてる感じもするよねなるほど本当に忘れててごめんなさいって思うんだったらなんかこうごめんなさいの方がいいんじゃないかなっていう気もするけどね最初から書いてあったらさいやもう忘れる気じゃないかっていう 疑問まあ僕はちょっと思ったけど最初からねうん,、うん、うんうんうんそうそう、まあ、それとその何でもこう謝るっていうのはまたちょっと違うと思うんだけど、うん、まあ例えば日本だと電車がね例えば1分間遅れるって言ったらなんかもう1分も遅れてごめんなさいみたいな感じになるじゃない確かにご迷惑をおかけしてすみませんみたいな、うん、まあそれはなんかさ遅れるでしょうみたいな感じもちょっとある だからまあそんなになんかね謝って謝ってってしなくてもいいんじゃないかなっていうふうに僕は思いますけど、うん、まあね外国、まあ、国にもよるけど電車なんても遅れますよそう聞くね、うんうん、手紙とかね宅急便とかもなかなか来ないし確かに、うんまあ、日本はそういうところがこうすごくこう。 正確さを求められてたりとか、うん、なできるだけこう迷惑をかけないようにみたいな感じがあるからこうやっぱりちょっとでも何かあった時にすぐ怒るる人とかがいるんだろうねそういうことだね、うんまあ、そのクレームの電話をかけてくる人とかが多分いるんだと思うんですよだからその人たちのために、まあ、最初から謝っとくみたいなところもあるんじゃないかなと思うね。先回りしてねうん、うん いやでもその名札のところに「名札を忘れてすみません」って書くのはいやもうなんか忘れる気満々じゃないかっていう風に怒る人が出てきそうな気がするけどね。<laughs> なるほど。うん、なるほどね。まあきりがないかなっていう気がするんだけどまあでもあの発想が面白いんで確かにまあ僕は結構好きだなと思いましたけど、ねうんうん、ちょっと面白そうだなと思ったので、うん、ここでご紹介しようかなと。 あのまあ僕らはさ <laughs> もうさ、うん、日本で生まれて日本で育ってるからまあそうだよねっていう感じもあるけど、うん、外国からやってきて、まあ、初めていろんなこうなんていうのそういうのを見た人たちからした感想みたいなのはちょっと聞きたいかなとあそうですねなんかそう思いますね。ねよく なんていうのカルチャーショックというか、うん、いすごいねみたいな人はいるけどねあそううん,うんまあそれはさいい部分も悪い部分も両方見えるよねあそうそうそう,そうだからその1分でもさ正確にこうポンって電車が来たりすることはすごいいいことだと思う,うん、うん、でもちょっとでも遅れたらその謝ったりしなきゃいけないとか、うん、怒る人がいるっていうのはダメなところだから、うん、そのなんかそれってこうなんていうの 裏表っていうかさバランスもあるよねくっついてることじゃないうん、うん、それをやるからそういう問題が出てくるっていうことだからすごい難しいけど、まあ、ちょっと皆さんのコメントをじゃあお待ちしてみましょうかはい、うん、お願いしますはいなんか僕らもなんかそういうのできたらいいけどねおっ例えばいやなんかいや思ったけどなかなか難しいなと思ってなんかいや例えばさ、うん 動画の更新遅れてすみませんみたいな最初から出しておくみたいな思ったけどでもなんかそれってなんかそれだとこの動画のシステムだとうまくいかないなとっ <laughs>、まあ、かなかなかあの難しいなと思ったんだけど僕らは一応2日に1回動画を出す感じにしてるんですはいなのであの遅れたら遅れたらすみません <laughs> 先に先に謝っておくということで今日多分遅れてるんじゃないかな遅れてないか 最近あの <laughs> アップロードがね <laughs>、はい、遅くなっちゃったりしててあのご迷惑をおかけしてるんですけどまた今後ともよろしくお願いします。お願いしますでは,では